皆さんこんにちは、今日は月曜日ということで恒例の、タイガース1週間の振り返りというところなんですけれども、まあずっと見てまして思うのは、去年よりもですねかなりフラフラしたゲームが多いな。それでいてですね、先週はですね5勝1引き分け、一足早いゴールデンウィークなんて言いましたけれども、まあ、今回もですね、まあ、フラフラしましたけれども、結局ちょっとご覧いただきましょう。このようになりました。はい、3勝1敗1引き分けですね。今回は DeNA 戦が2連戦ということだったので5試合、終わってみたらですね、負けが1つ、そして勝ちが3つ、貯金が増えたという週になりましたね。本当にわからないもんだなという気がして見ておりますけれども、この5試合をですね、じっくりと振り返っていきたいと思います。まず火曜日の DeNA 戦の初戦、ここはですねジャクソンと村上の投げ合いということになりましたね。前回のジャクソンのピッチング、まあ、広島マツダスタジアムで見たんですけれども、あのピッチング内容ではちょっと先発は厳しいんじゃないのかなっていうような印象を持ったんですが、このタイガース戦ではですね頑張っていいピッチングをしましたね。5回3分の1イニングです。102球、球数は多かったです。5安打6奪三振2四球1失点、よく踏ん張ったと思いますね。そして一方の村上も頑張りました。8イニング投げました。112球、3安打2奪三振4四球1失点、村上、先週も1対1の引き分けで、勝ち負けつかず、今週も1対1で勝ち負けつかず、いいピッチングをしながら、勝ち星がまだ1勝ということでね、防御率は 1.08、もう素晴らしい防御率なんですけれども、勝ちに今のところ恵まれてない。またこの分はねどっかでお返しが来るんじゃないかというふうに思いますけれども、このゲームはですね、まず2回に DeNA が先制しました。7回山本のタイムリーですね。そこからずっとこう 0-0 が続いたんですけれども、6回に追いつくわけですね。タイガースフォアボールを足がかりに、森下がレフト線に2塁出した。この時ですねレフトの楠本からショートの京田への返球、これがまあ中途半端ではあったんですが、京田もちょっとこう軽いプレーをしましたね。きっちり取れなくて一旦中野はサードで止まったんですけれども、その返球がですね乱れたのを見てホームに生還したという1点だったんです。ワンアウトのところだったので、もしこれ2、3塁で食いとどめておけばですね、現状4番大山、そして5番佐藤輝明、2人とも負傷ですから、もしかするとゼロで収まったかもしれない。ですからこの1つのエラー、これ非常に DeNA からすると痛かったなという印象を持ちました。そしてあとはもうリリーフ陣の、まあ、勝負というところになったんですが、両チームのリリーフよく踏ん張りました。特に、DeNA のリリーフ陣が踏ん張りましたね。伊勢、森原、山崎、石川、松本涼、森唯人、こういうピッチャーが投げたんですが、打たれたヒットは中野のレフト前ヒット1本だけ、あとはもうきっちり抑えました。デッドボール1つありましたけれども、もうそれからするとですね、タイガースのリリーフ陣の方がピンチは作ったんですよね。ゲラも2安打されましたし、キリシキもワンアウトで2塁という場面がありました。そして、島本のところもですね2アウト2塁というところがあったんですけれども、この場面ワンアウト1塁、牧が、まあ、ピッチャー強襲のヒットで出て、ワンアウトだったんですが、5番の柴田にバントさせて2アウト2塁というね、もうあえて結局もう1人のバッターにかけるというそういう作戦を取ったわけですけれども、このセカンドランナーの牧がですね、キャッチャー坂本からの送球にですねセカンドベース上で刺されるというね、このプレーでですねもう意気消沈するところですよね、 DeNA からすると。それでも12回の裏またチャンスは作ったんですが、結局最後岩崎が渡来を空振りの三振に打ち取って1対1のドローというゲームになりました。火曜日でした。そして次のゲーム、2連戦ですからもう次のゲームが大事だというところだったんですけれども、このゲームはですねまず先制点はタイガースだったんですね。5回の表、ノイジーの押し出しの1点、まあ、相手ピッチャーここはですね浜口だったんですが、浜口5回を投げて111球、球数多いですよね。4安打6奪三振、ここまではいいんですけれども、やっぱり6つの四球、これがやはり浜口にとってはですねこれ致命傷になるんですよね。もう少しコントロールがつくとすごくいいピッチャーだなと思うんですが、
この押し出しの1点でタイガースが先制したんですけれども、7回の裏、今日は先発伊藤でした。この6回まで非常に良かったんですが、7回、先頭の佐野にライト前のヒットを打たれて、ワンアウト後に宮崎にもセンター前のヒット1、2塁、そして楠本のファーストゴロで2、3塁2アウトというところになってですね、当たってる山本だったんですね。さあここどうするかな。まあ僕だったら満塁策でもしょうがないかな。今の山本であれば一塁歩かして満塁策を取って次のバッター石上で勝負っていうふうに考えるところだったんですが、やはり満塁押し出しもある、そういうところもちょっと考えて山本で勝負したと思うんですよね。その山本がですね、甘いフォークです。これをセンター前にタイムリー、これ2点タイムリー、7回裏で3対1、 DeNA が非常に有利になったというね、このタイムリーだったんですけれども、これをまた9回の表にタイガースが逆転したと、ね、山崎康明、この山崎が大誤算でしたね。前日はきっちり抑えたんですが、この日の山崎はダメでした。まず先頭糸原がレフト前のヒットですね。やっぱりこういう最終回の先頭打者が塁に出るか出ないか、これが一番大きいポイントだと思っていつも見ておりますけれども、その糸原が先制で出た。そして近本が続いてライト前、そして中野もセンター前、ノーアウト満塁という大チャンスが来たわけですよね。そして3番の森下のところで、デッドボールです。ワンアウトも取れずに1点を与え、そしてまだノーアウト満塁という場面で山崎降板ということになりましたね。そして徳山、この徳山やっぱこの場面は苦しかったと思いますね。大山がセンター前にヒットして、同点。そしてまたノイジーですよ。今日ノイジーは2本のヒットを打ってはいたんですけれども、打点になったのはですね、この打席もフォアボールの押し出し、その前の5回も押し出しということで、2打点は両方とも押し出しで取った2点。こういうパターンも珍しいですね。1試合に2回も押し出しで、打点がついたというね、フォアボール、これが、まあ、決勝点という形になりますね。その後木浪もタイムリーして、結局、9回の表一気に4点取って5対3にした。最終回ゲラで、きっちり抑えて勝ったというね、まあ、どっちに転んでもおかしくないゲームなんですが、やはりリリーフ陣の差、まあ、これはやっぱりあるなという気がしましたね。後半での逆転負けっていうのはですね、やっぱり、ショックが大きい、DeNA からするとこの9回表に4点取られての負けっていうのはですね、これは非常に大きい負けゲームになってしまったなという気がしました。はい、そして、1日置いて今度は甲子園に戻ってヤクルト3連戦ということになるわけですけれども、まず初戦先発ピッチャーはですね、タイガースは青柳、今シーズンの青柳はまあ順調だなという印象を持っておりました。そして、スワローズの方は今季初登板になります、小川がどういうピッチングするのかな、それが一番見どころかなというふうに見ておりましたけれども、それよりも今日の青柳の内容がちょっと悪すぎましたね。3回3分の1でもう降板です。87球、球数も多い、そして7安打かなり打たれました。2奪三振2四球5失点、いつものテンポではなかったですね。間が非常に長い、守り時間が長い、そういう感じで、まあ、戦っておりましたので、反撃っていうものもね、あんまりなかったようなゲームになりましたね。救いはですね、森下が9試合連続のヒットになる5号ソロを一発叩き込んだ、まあ、それぐらいかな。まあ、でも考えようによってはですね、まあ、先発ピッチャーが打たれた、それもちょっと大量点を取られた、そしてそのまま負けていったというのはですね、一つの負けで終われるんですよね。その前の DeNA みたいにですね、9回までリードしてる、ですからもうこのままいくと一つプラスになるはずが、9回の表に大逆転されてマイナス1になった。これプラス1がマイナス1、いつも言うように2つ負けた感覚になる、これは痛手が大きい。そういう点からするとこの2対8の負けっていうのはですね、あんまり尾を引かない負けかな、青柳の調子が悪かったなで終われるゲームだったような気がしますね。
そして、土曜日は大竹とサイスニード、両投手の先発ということだったんですが、両投手ともまあそんなにいい立ち上がりではなかったんですね。大竹の方は初回、まず塩見に先頭打者ホームラン、初球でした。ガツンと打たれた1点。そして2回にもですね、サンタナの2塁だからセカンドランナーサンタナ全くケアしてないところで盗塁されまして、三盗されて山田の浅いセンターフライで、1点入ったというね。2回で2点取られた、スタートはちょっと悪かったですね。その裏、そのゲームはですね、小畑がショートについたんですが、初打席でですね、センターへタイムリーヒットを打った、2対0から2対1になる1点目、これを取れたことでちょっとこう大竹のピッチングが変わりましたね。3、4、5、6、この4イニングをですね、三者凡退というふうにきっちりと抑えました。まあこういうふうに抑えてくれると今度は打撃陣が反撃してくれる、そういうパターンが多いんですよね。その間にですね、5回に小畑のヒットを足がかりに近本が逆転ツーランですね。これで3対2と逆転して、その後も2アウト後に森下がフォアボール、ワイルドピッチがあって大山がレフトへタイムリーというね、この1点も大きかったと思います。5回に一挙3点を取って4対2になったと。そして7回に1点ずつ取って5対3になって、9回ゲラ、まあこれで安全圏に来たのかなと思ったんですが、竹岡にライトスタンドに放り込まれて5対4、1点差。その後もヒットを2本打たれましてね、危なかったんですが、代打川端セカンドフライ、そして丸山を三振でゲームセットということになりました。そして日曜日のゲーム、この先発はですね、まあ今のタイガースの投手陣の中では一番安定しているんじゃないかって言われている才木、ヤクルトの方は小沢ということで、小沢もいいピッチングしてるんですけれども、勝ちに恵まれてない、0勝2敗、防御率は 2.12 なんですけれども、勝てないというね、そういうピッチャーなんですが、このゲームは才木が苦しみましたね。まず先制点タイガースが取ったんですね、糸原のタイムリー。糸原がこのゲームではですね、初めて、スタメンサードで守りました。それで、第1打席で、先制タイムリー、ね、いい活躍します。でその後も2本ヒットが出てですね、猛打賞を取ったというね、そういう内容でした。けれどもこの日の才木はですね、やはりちょっと、何なんでしょう、ヤクルトの打撃陣が、まあ、なかなかボール球を振ってくれない、そういうものもあったとは思いますけれども、苦しみましたね。あと際どい球、ここも、まあ、これは今日に限らずなかなかね、取ってくれない審判が今多いなという印象が強いです。特にツーストライク取った後の際どい球、これをボール判定されることが非常に多いんで、まあ投手陣は苦しいだろうな、いつもそうやって思って見ております。4回にまず同点にされましたね。5番サンタナでした。これサンタナ調子いいですね。左中間に、ホームランかなっていうあたりでしたけれども、これで1点。そして、5回、今度はヤクルトがリードしますね。ワンアウト後に丸山ヒット、オスナヒット、そして2アウトになりましたけれども、またサンタナですよ。サード強襲のタイムリー、そして6番の山田も初球カーブをレフト前ということで、5回の表2点取って3対1。その裏またタイガースが1点返します。先頭近本が3塁打、そして、中野がセンターへの犠牲フライ、3対2ということになってですね、才木小澤ともにですね、5回で降板となるとですね、6回以降はもうリリーフ陣の勝負っていうゲームになっていくわけですが、こうなるとタイガースはもう多分点をやらないんじゃないかな。ヤクルトがこの4イニングをさ、リリーフ陣で乗り切ることができるのかな、そこが見どころになるわけですが、まあ予想通りタイガースのリリーフ陣は点やりませんでした。梶谷が6回7回の2イニングのヒットですね。ゲラが8回1イニングを三者凡退、岩崎が1本ヒット打たれましたけれども、無難に9回を終えるということになります。その間にタイガースは逆転してましたね。7回裏、大西が出てきたところでした。先頭代打の前川がセンターへまずヒットですね。そして、1番の近本、期待されたところだったんですが、この近本がショートゴロゲッツー、2アウトランナーなし、あ、これでもう万事休したかなと思ったんですが、そこから中野がセンター前、森下もレフト前、1、2塁という場面を作って、大山ワンボールからインハイのカット系
あれは見逃したらボールでしょうね。それを振りに行って、ああ内野フライかな、あるいは外野フライかなっていう間のところだったんですが、これがですねポテンヒットになりました。一挙に、2人のランナーがホームに生還して大逆転ですね。4対3で、勝ったというゲームでした。まあ、決して、強さは感じないんですけれども、気がつけば今週もですね、3勝1敗1引き分け。やっぱり野球っていうのはなかなかね分からないもんですし、まあ今週の負け一つは2対8完敗。この完敗はしょうがない。接戦のゲームを取るかあるいは取られるかっていうところなんですが、水曜日の DeNA 戦は5対3 2点差で勝った。そして、ヤクルトの土日、これは5対4と4対3 1点差ゲームを両方ともものにしたということで、こういう僅差のゲームに関してはですね、タイガースはなかなか負けないよっていうね、まあ、それだけ、リリーフ陣が素晴らしい。今もうセリーグではダントツの防御率を誇っておりますね、リリーフ陣。まあ、先発陣もまあまあいいんですけれども、それよりも目立つのはやっぱりリリーフ陣の良さ、そちらの方がやはり目立ってますね。はい、ということで、今週は3勝1敗1引き分け、また貯金を2つ増やしました。そして今日もゲームがあります。今日からはカープ戦ですね。月火水と試合があって、木曜日がゲームなし、そして金土日と巨人戦という6連戦になります。まあ、このゲームもまた接戦になるんじゃないでしょうかね。今のところ、タイガースの打撃陣がそんなに大量点を取るような気がしないので、投手陣に踏ん張ってもらって勝ちゲームを拾いに行くと、まあ、そういうゲームがいくつできるのかということになっていくんじゃないでしょうかね。はい、ということで今週も貯金を2つ増やして14勝9敗3引き分け、貯金が5つになっておりますね。2位巨人とのゲーム差は1。まだ順位をどうこういう時期ではないですけれども、貯金をまあ早く2桁に持っていきたいな。2桁あるとかなり余裕ができますのでね、そういう時期がいつ頃来るのか、そういうものを楽しみにこれから先見ていきたいなと思います。以上です。